今日は冷えや足のむくみを和らげるヨガです。家ヨガ第3弾、下半身強化で足のむくみ解消ヨガ。今日マスターするのはこちら。早速ともみ先生からポイントを教えてもらいましょう。三角形のポーズ。ここでは下半身をしっかり強化して足のむくみなどを和らげましょう。かかとをしっかり床につけて上半身を引っ張り上げます。半月のポーズで足の集中力を養う木のポーズ。かかとでももの内側を押して骨盤を広げる。足を前後に、息を吐きながら肘を膝の上に乗せます。背筋まっすぐ、天井を向きながら。届きますか。